はい、皆さん、ザワつく時、ですね、今回はですね、前やったここにね、持ってっきをしちゃったんだけどね、この人たちが入ってた、全自動焼き鳥製造機ね、1.11 からちょっと効率が落ちちゃったってわけでね、今回はその改良版を作っていきたいと思います。ね、数日間かけてね、やっと開発が完了しました。まずね、1、2、3、4。まず、プラスにまずが、ちょっと確認していきますね。重要かもしれないので。はいはい、合っておりましたでね。1、2、3、4。4つずつつけていきます。ホッパーね。ホッパーめっちゃ使うけど、1、2、3、4。でですね、これでね、こんな感じの 5×5 のね、正方形じゃない。まあ、こんな面積が できたはずです。でですね、その上に、その上に、ガフブロック。あれ?このようにね、埋めていきます。ハフブロックでね。でですね。ガラス。この位置ね。これね、鳥さんが焼けるとこを見たければガラスにした方がいいけど、見たくなければね、ガラスじゃなくても OK です。ね、この目線で見えるから、もう次からはね、普通のブロックでいっちゃっていいでしょう。でね、次に注意点ですね。このね、焼き鳥装置、大量にマグマを使うので、近くに、木造の建築物のそばにね、つくないでください。例えばね、私の後ろの宮殿とか木造なんですよね。だから、あの中とか、あるいはその庭のところにつくないでくださいね。燃えるのでね、向こうの方が結構木造建築多いので、まあ、この辺ならね、大丈夫かなって思って作ったんですけど、まあ、とりあえずマグマを大量に使うので、皆さんのね、建造物が燃えちゃったら大変だもんね。まあ、とりあえず、マグマをね、この位置に置いていきます。ちょっとね、マグマダイブしないように気をつけてもらいましょう。でね、マグマを4つ角にね、置いたときに真ん中にこのようにぽっかり穴が開くような感じになっていれば OK です。ちょっとね、今作業しづらくなっちゃうので、一旦開始しますけど。死ぬリスク高まるからね、まあ、取っといた方がいいんじゃないかな、マグマは。そうですね。でですよ、次に、卵全自動発射器ですね。はいはい、卵全自動発射器。ちょっとね、どの位置につくかをちょっとね、忘れ気味なので、見てきます。はいはい、わかりましたね。屋根を作んなきゃいけないっぽいです、まず。ここに土台作って。こんな感じで。はいはい、こんな感じでね。で、こっち側はですね、その何?回路繋げなきゃいけないので、こうかな?確か。こうですね、確かね。で、ディスペンサーね。ディスペンサーを確か、この位置ですね。下向きにね、してください。で、ちょっと上がるのがね、これめんどくさいことになっちゃいましたね、ちょっとね。水浸しになっちゃったね。まあ、とりあえず、次にディスペンサーの回路。これね、なんだっけ、反応してクロックするタイプのやつですね。前のやつにもね、使われてたやつですけど、これでですね、クロックしましたね。で、それをこちらにつなぎます。そうすることによって、今何入れちゃった?あ、土か。このように発射されます。で、なくなるとね、うるさいからね、クロック回路って止まってくれるので、まあ、うるさくないということですね。はいはい。でね、もうマグマやっていいかな。じゃあ、マグマの時間ですね。ちょっとシルクピッケル持ってくのもめんどくさいから、いきなり破壊しちゃって。四つ角にね、先ほどのように、マグマを設置していきます。ちなみにね、今私がマルシで使ってる部分、マルシを置いてる部分はね、基本的にどんなブロックでもいいんですけど、やっぱり、ね、燃えちゃうブロックじゃダメです。燃えちゃうので、マジで。OK。これでね、ディスペンサーがね、ディスペンサーから発射された卵が、マグマに全くつからずに、あそこのセーフティーゾーンにぶち当たるってことですね。はい。ちょっとチェックね。は
い、だいたいうまくいってそうでしたね。じゃあね、次にね、この位置にホッパーで、またね、ここから 5×5 にしていくわけです。はい、これで5ですね。あと2個。ああ、乗らないとダメですね、これは。ちょっと乗って。こんな感じで。下から見ると分かりやすいんですよね、これ。あ、分かりづらい、やっぱり。うん、ホッパーが全部ね、ディスペンサーにアイテムを送る形になるようにしてください。でね、動作テストというかね、まあ、適当にアイテムを投げて、それがね、はい、あそこのセーフティーゾーンに乗ってますね。燃えるのもあるけど、まあ、卵の場合、垂直に、勢いつきすぎて垂直にね、落ちていくので、てか、投げつけられるので大丈夫でございます。で、次にね、はいはい。で、ここはね、ガラスじゃなくてもどうでもいいんだよね、別に。どうでもいい素材来ましたね。ここね、親鳥がいるとこで、さっき作ったマグマのとこがね、ひなの部屋です。まあ、基本的にここに親鳥を入れれば全自動で稼働してくれるってわけね。あー、なんか今無駄なことしちゃったね、今。はぁ、あ。今なんかため息つきませんでしたか？ついてないよ。ちょっとね、今ね、水の配置がちょっとおかしいかもしれないけど、そのなんだっけ、無限水源にしてね、その何したわけですよ。このように、四つ角にマグマのように置いていきます。真ん中にね、全く水流のない場所ができるのを確認してください。あー、できちゃった、もう。ちょっとできちゃったかもね。まあ、念のためね、そのなんだっけ、ブロック追加して、で、ね、自分が落ちないように鉄格子とかつけるのもありかもしれないけど、あ、やばいやばい、なくなっちゃったね。はいはいはい。まあ、このようなね、あ、いや、ひょうたんっぽい。ひょうたんっぽくはないですけど、まあ。まあ、こんな感じでね、ちょっとチックね、チックタイム。はいはい、でですね、これがね、クリエイティブで作った作品の、というか、開発中のやつなんだけど、まあ、とりあえず、まあ、このようにね、さっきの上の層に鳥さんを入れて、まあ、落ちないように鉄格子つけるのもありかもしれないけど、落ちない。はね、落ちない自信のある方はつけなくてもいいです。でね、ここで生まれた卵がね、ここで回収されて、ディスペンサーで投げられて、ここで発射されて、鳥さんがね、生まれてくるってわけです。で、このなんだっけ、処理槽に関してはね、どんどん生まれて、パンパンにね、この処理槽がなっちゃったら、まあ、1.11 のね、あれになっちゃうんだけど、その前にね、成長して焼けちゃうので、まあ、その辺バランスが取れているって感じです。で、上の方はね、水でプカプカしてるから、絶対に1マスに24体以上が集中することはないというわけですね。まあ、そんな感じで、手に入っちゃうね。効率はね、まあ、前回とほぼほぼ同じ感じですね。はいはい。ちょっと大型化したけど。まあ、そのような感じでございます。はい。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。ラスビダニア。